はい、皆さんこんにちは。企業カラッパー EGI ことエジです。はい、ですね、本日もですね、ビジネスの話や企業の話や副業の話といったことをですね、お話ししていきたいなって思うんですけど、ですね、本日はですね、いつもはですね、この椅子に座って、デスクで撮ってるんですけど、ですね、今日はですね、見ての通りですね、こちらですね、僕のね、ペットのですね、チワワのライム君がですね、この椅子の方を陣取ってしまいまして、で、下ろすのもかわいそうだなということで、でも時間もですね、ちょっと有効活用しなきゃいけないので、今日は残念ながらですね、この床に座った状態でですね、お話の方をさせていただきたいと思います。はい、ですね、こんな格好で申し訳ないんですけど、ですね、本日のお題がですね、インターネットビジネスの物販ってありますよね。要するに物を販売するわけですね。で、この物販をやるときにですよね、一体どこの販路で売ったらいいのかっていうことなんですね。いろんなのがあるじゃないですか。 Amazon とかメルカリとかエアフォークとか、そういったものがいっぱいあるので、で、そういうの中で、一体どれがいいのかっていうことと、あとはですね、初心者の方、そういうところで販売したことがない方のために、ですね、その販路っていろいろそのね、全然特性が違うんで、そういったものですね、僕ぜ結構いろんなところで販売しているので、その物販のね、特性っていうことについて、ですね、今日はお話ししていきたいと思います。はい、でですね、ですね、まずですね、これからビジネスをやるとか、その物販をやったことないっていう人たちのために、まずですね、どこが一番いいのか、どこで販売するべきなのかというお話をさせていただきます。はい、ですね、僕はですね、とりあえずそのインターネットビジネスをやるならば、まず物販からやりましょうって言って、みんなに教えてるんですけど、ですね、その物販、やるとして、じゃあどこからどこで販売したらいいのかっていうことで、ですね、僕がですね、圧倒的に推しているのはもちろん Amazon ですね。世界のアマゾンと言われるぐらいですから、やっぱりですね、使ってるですね、アマゾン利用してるユーザーの量がですね、半端じゃないんですよね。でかさですよね。あとは SEO っていうものがあってですね、検索エンジン最適化っていう言葉なんですけど、要するにですね、その SEO っていうので、みんなが検索したら集客ができるんですよね。その要するに検索エンジンに引っかかるってことなんですよ。なんでですね、別に集客をしなくても勝手にが人がですね、検索することによって SEO に引っかかれば、お客さんがその自分の商品を見てくれるってことですね。で、つまりですね、自分が取り扱っている商品っていうのが、露出が激しくなれば、その分人に見られるので売れやすくなるっていうことなんですね。なんでですね、その SEO が強いところって言ったら、もう圧倒的に Amazon ですね。これはもう最強です。どう考えても最強です。じゃあ Amazon から、じゃあ一番初めからやった方がいいかと言ったら、実際はそうではありません。ですね、僕はAmazon から始めたんですけど、正直言って Amazon めちゃくちゃ難しいです。初め僕はですね、Amazon の輸入も輸出もやってるんですよね。Amazon のアメリカの Amazon もやってるんですけど、アメリカの Amazon の登録も大変だし、日本でその Amazon 始めるってなってもちょっと大変ですね。初めてこれからビジネスをやるって人が、じゃあ Amazon やろうってなった時に、まずそこまでですよ、Amazon で売っていいですよってなるまでに結構骨が折れるような作業がたくさんあるので、一番初めそのね、物販始めようって思ったら、まずはAmazonより僕はですね、ヤフオクの方をですね、おすすめしております。はい、これなんでヤフオクがいいかっていうとですね、先ほども言ったんですけど、 SEO ですよね。ヤフオクも結構 SEO が強いですね。で、あとですね、やっぱり昔からヤフオクってあるじゃないですか。大昔からあるんで、そこにですね、いるんですよね、やっぱり人間っていうのがですね。なんでヤフオクユーザーっていうのはやっぱり昔からですね、人がたくさんいるので、ヤフオクで結構やっていいんじゃないかなって思います。アマゾンに比べるともう10分の1ぐらいで簡単ですね。出品作業とかっていうのも、アマゾンを1個出品するのに、ヤフオクだったら3つ4つ出品できちゃうぐらいの、工程の、難しいのと簡単なのっていうのがもうそれぐらいで出てくるので、一番初めですね、僕も生徒さんに教えてるのは、とりあえず、ですね、ヤフオクで、5万10万作って、物販のやり方っていうものをまず覚えてからアマゾンでやりましょうっていうやり方で教えています。なので、一番初めにですね、やるんだったら僕はですね、圧倒的にヤフオクをおすすめしています。ヤフオク本当めちゃめちゃ出品も簡単だし、あと余裕で売れるし、
なんでそういうところをまあ全部こうね踏まえていくと、ヤフオクでまずは物販を学んで、でその後にアマゾンに進出するというやり方が一番いいと思います。はいはい。でですね、まあまあ僕のやり方なんで、まあ人それぞれなんですけれど、とりあえずはそのまあ物販のやり方をですよね、物販のノウハウ自体を一回身につけて、そこからですね、レベルを上げてた方がいいかななんて、僕は思ってます。でですね、次は販路の話になりますね。販路の特性についてお話ししていきたいと思います。今日はですね、5つの販路の話をしたいと思います。まず一つ目がアマゾンですよね、世界のアマゾンですね。今先ほど話アマゾンです。で2つ目がヤフオクになります。はい、これも今お話ししましたね、ヤフオクですね。で3つ目がメルカリになります。はい、メルカリね、みんなが知ってる、もうねどんどん急成長していったメルカリですね。で4つ目がラクマになります。楽天とフリルが合体したね、ラクマになったんで、そこの販路の話ですね。で最後にですね、5つ目ベースですね。ベースっていうところがあるので、これ全部僕やってるんで、これについて、販路の一つ一つの特性をお話ししていきたいと思います。はい、まず一番初めがですね、先ほども話したアマゾンですね。まあさっきも言ったんですけど、物販で最強に売れるのがアマゾンです。はい、間違いなくアマゾンが売れます。はい、でですね、アマゾンですね、このプラットフォームにね、俺は間違いなく行った方がいいと思います。必ず最終的にはアマゾンで稼いだ方が手っ取り早いので、アマゾンは売れるんでね、やった方がいいんですけれど、アマゾンでですね、気をつけなきゃいけないことっていうのが一つありましてですね、先ほども言ったんですけど、アマゾンって世界のアマゾンって言われるだけあってですね、またですね、顧客を世界一大切にする企業とも言われてるんですよね。要するにお客様が一番大事っていうことなんですよ。つまりですね、僕ら販売者っていうのが、要するにセラーっていうやつですよね、販売者っていうのが、問題を起こした場合、お客様にとって何かしらね問題を起こした場合、即アカウントが消去されてしまいます。そうなんですよ。ここがものすごく危険なとこですね。めちゃめちゃシビアですね、アマゾンは。なんでアマゾンのみでやってたりするとですね、例えばそのアカウントが消去されてしまったら収益がなくなってしまうので、こういうところはめちゃめちゃ危険なんですよね。やっぱりそういうトラブルってのは物販なんでね、つきもんなんですよね。その不良品とかですね、商品が届かなかったりとか、そういったもののリスクがありましてですね、でそうなった場合に即アカウントっていうものが凍結したり閉鎖されたりしてしまいます。はい、でちなみに一度ですね閉鎖されてしまうと二度と作ることができないので、一応やり方的にはあるんですけど、またクッキーとかで ね紐付けられて、また即赤番みたいな感じになるので、アカウントは徹底して守った方がいいですね。で次は2つ目ですね。2つ目が、ヤフオクになります。はい、ヤフオクも先ほど話したんですけど、ヤフオクはね、売れやすいですね。めちゃくちゃヤフオクも売れやすかったですね。僕は販売し始めて1週間も多分かかってないですね、マネタイズにがスタートするのっていうのは。でですね、ヤフオクはですね、ユーザー層っていうのがちょっと年齢が高めになりますね。20代から40代ぐらいの年齢層なんですよね。なんで10代とかっていうのはいるんでしょうけど、そこまでじゃないですね。メインのユーザーっていうのが20代から40代で、でですね、どちらかというと男性の方が多いですね。はい、でなんで、こっちで扱う商品っていうのも、そういうユーザーに寄せてった方が、圧倒的にね売れると思うので、そういうところはですね、必ずですね、そういうユーザーとかっていうのはしっかりこう把握した上で、商品っていうものを出品してった方がいいと思いますね。でですね、ヤフオクって販売方法がですね、フリマとオークションのこの2つがあるんですけれど、ね、ですね、これ、なんでかわからないんですけど、オークションの方が圧倒的に売れますね。はい、もともとヤフオクっていうものだから、やっぱりみんなそのオークションの方にこう動いてくるんですよね。フリマの方っていうのがどうもちょっと需要が、売れないことはないんでしょうけど、需要がですね、オークションの方が圧倒的にあるので、もしですね、物販やヤフオクでやっていく場合だったら、オークションの方でですね、もともともう利益が取れる金額で出しとけば、あとその後にいくらでも載せてっても必ず利益は出るようになるんで、販売するなら、フリマとオークションならオークションの方を選びましょう。でですね、ヤフオクで結構な問題があるんですけれど、クレーマーっていうのが
いるんですよね。まあわかんないですね、何のためにそれをやってるかわからないんですけど、まあこっちのですね、まあ抱えてる在庫の商品に対してですね、まあ文句を言ってきて、ヤフオクの方に違反出品してるよっていう報告をする輩たちが正直います。はい、こっちがですねそういった感じの商品は別に出していないのにもかかわらず、運営側の、ヤフオクっていうのはやっぱりお客様にねそういうことを言われては困るということでですね、下手するとまあ赤番になったりすることがあります。とヤフオクのですね運営側のですね対応とかっていうのも僕も対応してもらってたしてもらってるんでわかるんですけれど、ですねヤフオクの対応はですね結構人間味があっていいと思います。アマゾンはね結構硬いし、結構まあお客様が一番大切なんで、セラー、まあこっちの販売者っていうものに対してはちょっと厳しいところがあるけれど、ヤフオクっていうのは結構人間味があって、はい、普通の人と会話してるなっていう感じでやってくれるんで、まあわからないこととか、まあそういったトラブルっていうものにもまあそれなりに結構対応してくれるんで、そういうところはですねヤフオクは、いいと思います。でやっぱりそうですね、アマゾンの次は、ヤフオクが僕はめちゃくちゃ売れるなって、まあ、売りやすい、まあ、男なんで、まあ、ユーザー層から考えると売りやすい場所だと思います。で次が3つ目になりますね。で3つ目ですね、先ほども言った急成長したメルカリの話ですね。はい、ですね、メルカリはまあ正直言ってむちゃんこ売れますね。出して即売れることもよくありますね。メルカリはですね、これは先ほどC2C とか C2B のお話をしたんですけど、これは完全に C2C です。個人対個人のやり取りになります。結構質問とかが結構多くなると思うんですよ。あと値下げの話とかですね、結構ちょいちょい来ると思います。こういった時にですね、結構返信とかめんどくさいって言って次の日に回しちゃったりするんですけど、そうするとですねお客様の購買意欲っていうのが一気に低下してしまうので、即対応してあげることによって売れやすくなりますのでね、そういった感じに、お客様の対応には即答えていった方がいいです。はい、メルカリのユーザーはですね、若いですね、年齢層が随分若いですね。10代から、まあ、30代ってなりますけど、10代から20代が圧倒的に多いですね。で、まあ、女性も男性もいっぱいいるんですけど、どちらかといったら女性の方が多いです。はい、ここもですね商品を取り扱う時にですね、まあ要するに年齢層っていうものを考えて、リサーチしてった方がまあいいと思いますね。一個メルカリでちょっともうやってて、まあ、これ問題だなって思ったんですけど、年齢層が低いんですよね。10代の人たちっていうのは結構高単価のものってものに手を出しづらいんですよ。なんでですねヤフオクって結構高額なものでも売れたりするんですけど、メルカリの方はそこまで高額になるとちょっとなかなか売れないっていう傾向があるので、そういったところはちょっと注意した方がいいみたいですね。でですね、運営側の方ですよね、メルカリの運営側の方ですね、僕はちょっと対応があんまり好きじゃないです。我々が一番みたいな感じのこういう対応をしてきて、まあ、こっちの話を全然聞いてくれないなって思うところはたくさんありますね。まあこういった感じに ねなってったのがですね、国内転売っていうのがあってですね、アマゾンの商品っていうものをメルカリで売る、でメルカリで売れたらアマゾンから買って直接ダイレクトに送るっていう国内転売っていうやり方があります。はい、でですねそれをやってた販売者の人たちがですね、まあとてもですね雑にそれを行っていたがために、メルカリで購入した人たちがアマゾンの箱が届くみたいなクレームがめちゃめちゃこう多くなってきたんですね。でその結果メルカリ側が、そういった感じのことに対応して規制がこう厳しくなってきたんですよ、いろんなものに対して。はい、まあそういったところから、まあそのね運営側もそういうのに厳しくなって、まあこっちの話をまあ全然聞いてくれないみたいなですね、そういったことにまあつながっちゃったんだろうななんて思うんですけど、ビジネスをやるんだったらしっかりとねビジネスをやっていかないと、まあこうやこういった感じで規制もどんどん厳しくなっていったり、あと他の人に迷惑がかかったりしますね。ビジネスというものはですね価値を提供するのがビジネスなんで、自分らの利益のことばかりを考えてね乱雑なビジネスっていうのは絶対にやめた方がいいと思います。とはいえですね、まあメルカリっていうのはですね販路的にはまあめちゃくちゃ売れるところなので、まあここはもうバンバン使っていった方がいいと思いますね。でですね1個ですねメルカリで注意するところがあります。それはですねメルカリってですね出
品した時にですね、こうタイムラインみたいな感じでですね、新しいものから上位に来て古いものはどんどん下に落ちていくっていうこの傾向があるのがメルカリなんですよね。ユーザーっていうものをまあここだって決めたらその人たちの生活リズムに合わせて出品するタイミングっていうものも、作っていった方がいいですね。例えば学生だったらじゃあ何時に見るだろうとか主婦だったら何時に見るだろうみたいなね、そのユーザーに合わせた時間帯に出品していくと売り上げっていうのが一気にバンッつって跳ね上がります。はい、余裕でマネタイズできるっていう販路になりますので、メルカリはぜひぜひやってみた方がいいと思います。はい、ということですね。次がですね、次4番目がラクマになります。はい、ですね、ラクマって言うとですね、楽天とフリルっていうね、フリマサイトがあったんですけど、そこがですね、まあ合併して出来上がったのがこのラクマになるんですよね。なんでちょっとですね、新しめな感じで、で、まだですね、その規制とか、まあやり方とかっていうのが、そんなにガチガチに固まってないんで、やりやすいっちゃとてもやりやすいところです。はい。で、ここをネットで調べるとですね、ラクマ全然お金にならないなんて言うんですけど、ここもですね、しっかりユーザー層を見てですね、はい、であとリサーチの仕方ですね、一体どれぐらいの層が一体何を欲しがってるのかっていうそこら辺をですね、明確にちゃんとリサーチできれば、決して売れない販路ではありません。ラクマもですね、こちらもですね、圧倒的にですね、女性のユーザーが多いです。はい、女性ユーザーが圧倒的に多いってことは、同じですね、僕らみたいな、物販をやってるっていう人たちも同じようにそういった感じですね、女性ユーザーに合わせて、商品をどんどんこう出していくっていう形になるんですけど、これをやっていくとですね、まあ同じような商品が山ほど並ぶので価格競争が起こってしまいますね。要するにライバルがいっぱいすぎるのでレッドオーシャンになってしまいます。はい、でそうなるとですね、価格競争が起こると利益がどんどん取れなくなってしまって薄利多売という現象になってしまいます。なんでそういう場所をですね、ね、逆にですよ、そういう場所を放置してですね、わざとそこはそこでやらせて、それ以外にラクマで別に何が売れてる、どこに、需要があるっていうところを見つけ出すのがラクマのポイントだと思います。はい、で僕がですね、そこをまあすぐに見つけられたんですよね。まあとりあえずですね、このラクマっていうもののね、ページに入って、まあいろんなものを見てもらってですね、でああこれ売れてる、これ売れてないっていうところから絞ってって、でそこでですね、リサーチをしてですね、しっかりリサーチして、で商品を選ぶことによってラクマでも余裕でお金を作ることができました。売れない売れないなんつってどこにでも書いてあるけど、これ全然売れるんで、余裕で売れたんで、なんでこれラクマも全然バシバシ行った方がいいと思います。最後がですね、最後5番目がですね、ベースですね。みんな聞いたことあるかな、ベースって。フリマサイトとはちょっと違うんですよね。はい、でどこが違うかっていうとですね、ベースっていうのはフリマとかオークションってよりもネットショップに近いんですよね。まあつまり自分のショップを作るっていう感じになるんですよ。SEO っていうものがほぼ対応しないと言っても過言じゃありませんね。つまりですね、検索して自分らの商品になかなか引っかからないんですね。なんでですね、僕もですね、もちろんベースでも販売していて、まあちょこちょこっと売れたんですけど、これ簡単に言うとですね、何もしないで、ショップを作っただけではベースは一切売れません。はい、まあ一切売れませんって言ってもですね、まあ僕はまあちょこちょこ売れたんですけど、ですね、そのインターネットビジネスとか物販とかやったことない人がじゃあ一発やってみるかっていうのでベースに入って、まあ、出してみれば分かると思いますけど、多分一個も売れないと思いますね。まず人が入ってこないので、はい、マジで売れないんですよ、ベースは。でもですね、ですね、ベースでですね、売る方法っていうのがありますね。ベースはですね、そのネットショップになるって言ったじゃないですか。要するに自分のお店みたいなものを作るんですよ。なのでですね、これはですね、逆に使うとですね、集客をするんですよね。お客さんを集めてきて自分のお店にご招待するっていうやり方であれば、SEO とか、そういうところに依存しないでお客様を自分のショップに入れることができるわけじゃないですか。で、それどうやって、集客をするかって言ったら、まあ、みんながやってる SNS で、集客をすることができます。はい、SNS で見込み客っていうものを集めます。要するにですね、自分が売りたい商品っていうものをこのショップで作り上げて、で、ね、そのショップにある、ジャンルの人たちっていうものを集客してきて、で、まあ、1000人とか2000人3000人って集客したら、こちらのお店の方にご招待してあげることによって、ここのお店っていうものにが、まあ、お客様がね、いっぱい来てくれるので、まあ
売れるように簡単になります。はい、まあですね、あのベースの方はあのビジネスの初心者には全くもってお勧めしてないです。はい、っていうのがそのやっぱりその集客っていう方法とかですよね、あの知らないとですね、あの人って結構集められないんですよ。あの自分で客集めれば簡単じゃんって思うかもしれないですけど、あの学ばないで集客をするっていうのは結構大変です。まあ僕も商材買ってですね、あの集客の方法をあの学んだんで、まあ、集客して、まあ、自分のお店にお客さんに来てもらうっていうやり方でやってるんであれなんですけど、なんであのビジネスをこれから始めるっていう人とかは、ね、ベースはやめて、集客とかね他の方法を学んでですよね、ビジネスを学んだ後に自分のショップを作って、でその専門店を作ってお客様を入れると、めちゃめちゃ強いと思います。ベースの運営側っていうのはですね、あのここがめちゃめちゃいいんですよ。ネットショップなんでほぼ何も言ってきません。はい、なんでその店舗を貸してるだけなんで、あのね、あの運営側は店舗を貸してるだけなので、そこまでうるさいこと全然言ってこないので、あのベースに関してはですね、そこら辺がめちゃくちゃ強いと思います。はい、でですね、僕もまだ全然経験したことはないんですけれど、ベースでのアカウントが凍結とか、まあ、アカウントが停止とかっていうのはちょっと事例がまだ聞いたことがないのでわからないんですけど、もしかするとですね、このネットショップだからそういったものってのが もしかしてないのかもしれないですね。まああるとは思いますよ。そんな詐欺まがいな、ね、商品とか売ったらそれは なっちゃうとは思うんですけど、まあ普通に運営するにあたって、ネットショップだからその運営側っていうのがいちいち口出ししてこないんじゃないかなって思いますね。つまりですね、これってあの逆に最強に使えるなって思うんですけど、赤番とかアカウント停止っていうのがまあ存在しないとなればね、他の販路とかってまあ絶対にあるんですよね。その運営者側から、ね、あの販路を止められてしまうっていうことがあるんですね。そうなるとですね、お金がいきなりね、あのその分ですよ、10万とか20万とかですね、稼いでる1個でも止まったらですね、1月の収益っていうのがボンと下がるわけじゃないですか。でもそうなるととても困るので、だったらもともとこういうところでですね、ネットショップみたいなところを自分で作って、専門店をいくつも作って、それに対しての集客を全部行ってって、自分のネットショップっていうところだけでですね、まあ100万でも200万でも売り上げることができたら、アカウントっていうものが凍結とか、閉鎖される危険性がないということを考えると、僕はあのベースが結構いいかなって思っております。ですね、今後ですね、僕はですね、このベースを結構中心にやっていきたいなって思っているんですよ。まあ今言った通りなんですけど、まああとそのビジネスってすげえ大切なことなんですけど、どれだけリスク軽減ができるかってことなんですよね。リスクがあるビジネスって絶対僕はおすすめしてないんですよね。とはいえやっぱりその、ね、いろんな販路っていうそのプラットフォームっていうものにどうしても依存してるために、まあね、そのアカウントとかが、ね、停止とか、まあ、凍結とか閉鎖されるっていうリスクっていうものがあるので、まあね、そういったものっていうものを、まあ、徹底的になくすためにこれベースってのはめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思っております。はい、はい、ということでですね、まあ以上ですね、5つの販路のお話をいたしました。1つ目が、最強のアマゾンで、2つ目が、大昔からずっとやってるヤフオクで、3つ目が、最近いきなり急成長したメルカリで、4つ目が楽天とフリルの合体したラクマで、最後にネットショップ型の、ベースのお話をさせてもらいました。この5つのですね、販路のですね、特性の話をさせていただきました。はい。でですね、まあ、やっぱりですね、一番おすすめは圧倒的に Amazon です。はい。なぜかって言ったら、もう金、お金っていうものの収益の、あの、額が違います。額が違う、売れるスピードが違いますんで、間違いなく、まあ、ビジネスですよね。ビジネスとしてやるんだったら、いい、Amazon でやった方がいいです。はい。でも、これから始める人、まだ物販をやったことない人っていうのは、Amazon。からスタート、まあ、そちらにはヤフオクスタートでやった方がいいと思います。ヤフオクで勉強して、で10万ぐらい簡単に作れるようになったら、その後にアマゾンに進出した方がいいと思います。はい、でですね、あの一番最後にあの話しましたですね、あのベースはあの僕は今後ですね、あの僕らみたいな、個人でですね、ビジネスをやってたり、ね、インターネットビジネスで会社を立ち上げてる人たちっていうもののすげえ強い物販の武器になると思うので、そこら辺もですね結構ですね、
まあ、そのあれですよね、集客っていうものを学んでしまえばですね、そんなにね、ね、全くお金が稼げないなんていう場所ではないので、むしろですね、稼ぎやすい場所になるんじゃないかななんて思っておりますので、ここら辺もですね、あの視野に入れてですね、やってもらえたらななんて思います。はい、はい、ということでですね、まあ以上でですね、まあこういった話を今日はさせていただきました。ですね、でもあのこれすげえ大切なこと1個話し忘れてたんで、このお話をさせてもらいたいんですけど、ですね、販売先のプラットフォームを一つに絶対に絞っちゃいけないということです。これはですね、ちゃんと覚えておいた方がいいと思いますね。っていうのもですね、これもさっき話したんですけど、アカウントが閉鎖とか停止とかになっちゃった場合、例えばですけど Amazon に、全てね、時間を注ぎ込んでそこで収益化すると、まあ確かに額はでかくなっていきます。しかしその Amazon がもし何かの時に、アカウントが閉鎖や停止ということになってしまった場合に、もう、ご飯が食べていけなくなってしまうってことなんですよ。なので、僕はですね、Amazon、あ、じゃねえや、ヤフオク作って、ヤフオクで10万円の収益作ったら、そしたら次はね、Amazon に行って、で Amazon で今度はね、40万でも50万でもね、作ったら、で次はメルカリに飛んでとか言って、こういろんなところにですね、自分の販路っていうのを広げといて、収益の場所をね、全部バラバラにしとくんですよね。じゃない と、もし何かがあった時に1個潰れたら、そこ1本だけだったら本当に大変なことになってしまうので、いろんなところにですね、お金が入ってくるシステムっていうのを作っとけば、安全性のある、リスクを背負わないでね、まあ一応リスクにはなるんですけど、まあリスクをなるべく軽減してやるっていうやり方ですね。はい、ということですね、今日はですね、インターネットビジネスの物販の販路について、お話をさせていただきました。はい、今日は床だったんですけど、まあこんな感じでですね、犬くんが寝てるもんで仕方ないので今日はここだったんですけど、まあですね、こんな感じでですね、僕のですね、 YouTube のチャンネルっていうのはこういった感じのビジネスの話とか、企業の話、副業の話といったものを、まあ、メインにですねお話しさせていただいてて、であとですね、僕あの一番初めに企業家ラッパーなんつって自分で勝手に名乗ってるんですけど、そうなんですよ、ラッパーなんで、でそのラップとヒップホップと絡めたビジネスの話とか、まあね、まだあの動画作ってないんですけど、ヒップホップのニュースとかもなんかちょっと面白いこと言えればいいななんて思っております。はい、でですね、今日ですね、あのこの動画見て、あ、面白いなって思った人は、あのよかったらですね、あのグッドボタンを押してくださいね。はい、でですね、あとですね、まあ、今後もですね、こういった感じ情報発信、ビジネスの情報発信をこうやってですね、YouTube から発信させていただきたいと思います。もっともっとこいつの動画今後を見てもいいなって思っていただけるようでしたら、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。あとですね、僕ブログの方をやっております。はい、ですね、ブログの方もですね、こういった感じでですね、ビジネスの話、インターネットビジネスの話とか、企業や副業の話ですね、ヒップホップに精通した、まあお金の稼ぎ方なんていうものをですね、いろんなね、そういった感じの情報発信をさせていただいておりますのでね、で、このですね、ブログで書いた記事っていうのを YouTube で発信させてもらってることも結構あるんですけれど、やっぱり動画っていうのはですね、結構要約して喋ってることになるので、こっちの記事の方がですね、こと細かく内容もですね、書いてありますので、よかったらですね、概要欄の方に URL の方を貼っておきますので、そっちのチェックもしていただければありがたいと思います。はい、ということでですね、ね、インターネットビジネスっていうものは、まあ本当にそんなに難しくないですね。まあ今日話した通りなんですけど、いろんな販路があって、初めは簡単なところから、次は大きく稼げるところ、簡単なところで慣れたら大きく稼げるところで、そこで大きい収益を作ったら、今度は収益する場所ですよね。そこをいろいろバラバラにしてね、各一箇所から、まあ例えば一箇所で10万、たった10万でいいんですよ、たった10万作れるシステムさえ作ってしまえば、5箇所あれば50万作れます。そうなれば、サラリーマンっていうものをもうやらなくて済むっていう、考えでですね、そんなに全然難しいことじゃないんで、ぜひぜひですね、試してもらえればななんて思います。はい、ということですね、プルプル震えてるね、犬くんね。はい、ということですね、最後まで、ご視聴いただきどうもありがとうございました。企業家ラッパー EJI ことエジでした。また次回ありがとうございました。